はい、皆さん、こんにちは。ちょっと口下手なんで、このプルームテックプラス、プラスじゃない、10か、X か、済まさせていただきます。ちょっと自分、まあ、YouTube やり始めてそれなりに時間が経ちましたね。はい。でもさ、あの動画数も結構多くなったと思うんですけど、まあ今現在もチャンネル登録者13人と、あと、まあ、13人様と、動画の再生回数が全然なんで、まあ、YouTube やって成功するかっていうと、まあ、あんまりそこまで、手応えはあんまり感じてはいませんね。はい。ただ、なんかその、チャンネルの、自分のチャンネルの方向性が見えてきたかなって思いまして、まあ、うん。まずまあ、自分の動画、洋楽をなんか下手くそ音痴で歌ってるのが多いんですけど、まあ自分、まず一つ目はまあ自分がいいなと思うその洋楽の素晴らしさをまあご紹介できたらいいかなと思いますね。はい。まああと、うん、あとはあれかな、あのバイク動画なんてほとんど撮れないか、バイクの素晴らしさもお伝えしたいけど、まあ無理かな、これは。あの自分の走行動画なんて撮っちゃうと、あの動画に上げちゃうとね、まあほとんどのライダーにね当てはまるとは思うんですけど、まあその某そのあのデュカティ乗りの方たちが、あのね、あの赤城さんかで集団暴走ってことで捕まっちゃったみたいに、あんな感じになっちゃうで、うん、そうね、うん、まあバイクの動画はまあ上げたいんですけどね、あの紹介することしかできないですからね、まあ、うん、まあ他のなんだろう、そのバイク動画でね、成功してる方たちとか見ていると、まあうまくやってるなとはまあ思うんですけど、まああれ、まあ、無理ですね。新車とかその何や試乗車とかそういうもうエネルギーとかないんでね、うん、まあ、バイクはちょっとすいません、ちょっとあんま考えてないで撮っちゃってるんで、バイクはちょっと無理かな、うん、まああとはあれですね、なるべくっていうか、あとお笑い系ですかね。まあ、うん、まあ、そうですね。まあ、顔芸ですね。まあ、自分顔芸が得意だなと思ってるんで、うん、あの、自分の動画で、あの、上げた、あの、ジャック・ニコルソンの、あの、なんだあれ、ジャック・ニコルソンの、なんだっけな、すいません、ちょっと、ど忘れ激しいね。シャイニングだ。シャイニングの動画。で、まぁ、ちょっと、あれ結構、自分的にはね、出来がいいと思ってるんですけど、あんまり視聴回数伸びないんですね。自分的には、あの、気味の悪さだったらジャック・ニコルソン超えてるなと思うんですけどね、はい。まぁ、あと、そうそう、それに関連してですね、あ、ちょっと待ってくださいね。今、自分の動画の、見てくださる方のその国の地域ちょっとトップ5を紹介しますと、まあ日本があの 76.9% って、日本人なんだけどそんなに高くもないんですよね。まあ自分の動画ちょっとまあ世界を僭越ながらあの世界を意識してまして、うん、まあちょっとその野望に関してはちょっと後ほどお話しさせていただきますね。はい。ほんで日本に次ぐのが、まあ自分の憧れの国、アメリカ合衆国ですね。2.2%。まあこれ、もっと伸ばしたいと思ってるんですね、アメリカでね。そのアメリカってのはやっぱ憧れなんですよね。音楽にしても、そのショービジネス。
映画とかドラマにしても、あとなんかやっぱ国民性的なとこで見ると、なんかアメリカが自分合ってんのかなって、思っちゃうんですよね。ハワイぐらいしか行ったことないですけど、まあちなみにハワイ行った時はね、ネイティブっていうか、その移住してきた中国人の方なんですけど、だからどんくらい、そのアメリカ、もう生まれた時からそのハワイ育ちなのか、ちょっと詳しいことは分かんないんですけど、まあすぐ意気投合しましたね。なんかそう、あんな感じの人ばっかだと、やっぱアメリカ人との方が合うんじゃないかなって。自分なんか日本人と合わないなって、もう結構前から感じておりまして、自分なんかもう憧れなんですよ、アメリカってのがね。で、3位がフィリピン。まあ特にコメントはないですね。4位がタイ。5位がオーストラリアになっておりますね。まあ、とにかくね、自分の野望としましてはね、アメリカ人に認められたいっていう野望がありましてね、僭越ながらね。で、アメリカでなんだろう、その口コミで話題ってなって、なんかもうビッグになりたいっていうのが、まあ自分の野望ですね。まあアメリカで成功するとしたら、もうコメディアンでしょうね。音楽も好きなんだけど、ギターも全然ですからね。歌もダメだし、まあとにかくね、アメリカで成功し、まあアメリカに行かないですけど、日本にいながらしてアメリカで成功したいっていうのはありますね。それが自分の野望です。話は以上かな。まあ最後にちょっとやりたいと思いますね。コメディアン王に俺はなる。すいません。ありがとうございました。